はい、山本町でございます。こんにちは。皆さん、チャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ということでね、この連休ね、蓮舫さんどうしちゃったのってね、いろんな人から聞かれるんですけどね、知りませんよって話ですね。まあ、ちょっとね、こう、メディアの人たちで、まあ、左側があった人たちも含めて、コミュニティを持ってるんですね。で、みんなでこうね、蓮舫さん応援してるみたいなことをやっててですね、まあ、私もね、そういうこう、末席に加えさせてもらってるんで、まあ、特に応援はしたいんだけども、まあ、興味を持って、まあ、頑張ってねっていうぐらいですよね。見てたんですけど、まあ、そこの中でこうね、蓮舫さん大丈夫ですかみたいなことを言ってる人がいてですね。で、まあ、蓮舫さんがね、本当に短い言葉でね、はいとかね、あはとかね、なんか回答されてるんですよね。で、まあ、元気ならいいやと思ってたんですけど、なんかここやっぱり4日5日ぐらいですかね、なんか雰囲気変だよねっていう話があってですね。で、インスタライブとかやられてたじゃないですか。で、まあ、途中まで見ててですね、なんか雰囲気変だよねっていうふうに思ってるんですよね。で、まあ、非常に彼女とね、仲のいい、その、大物の、その政治家の方はですね、まあ、ある意味、その、彼女からすれば、その、頼りにしてる人ですね。で、その人が、その、まあ、別でね、こう、いわゆるその政治コミュニティとか、こう、見ている人たちの中でですね、まあ、それこそその、バンキシャの人とかね、あとその、政治評論家の人とかいてね、まあ、その中で、こう、まあ、話をされている中で言うとですね、彼女はどうかしちゃったのかねっていう、なんか他人事みたいなことを言ってるわけですよね。いや、でも大将なんか連絡取ったりしてないですかってこう言うと、彼女は電話に出てくれないんだよっていうようなね、話だったんですよね。で、まあ、その、選挙終わった2日後ぐらいはね、その、まあ、意気健康にいろいろなんかしてくるんだみたいなことをお話をされてたようだったんですけども、そこからこう、気持ちにこう、ダウンに入ったかわかんないですけども、なんか急にね、こう、蓮舫さんらしくない雰囲気になってしまったんではないのかな、というふうに思うんですね。ただ、インターネット上でですね、とても蓮舫さんらしいようですよ。なんて言うんだろう、こう、デイブ・スペクターさんにね、こう、文句言ったりとかですね、その上の、まあ、なんだっけ、まあ、お笑いの女性の人にもなんか言ったりとかですね、まあ、いろんなこと言うわけですよね。で、いや、そんなこと言わなくてもいいじゃんってね。やっぱね、負けたのは仕方ないじゃないですか。で、文句言ったって、負けは負けじゃないですか。だから、やっぱその政治家たるもの、その勝ち負けはそのね、選挙の常である以上はですね、負けて大切でせえみたいなところはどっかしらあってですね、要はグッドルーザーであるみたいなのがあるわけですね。で、その点からするとですね、その、恨み節やべえだろみたいな話なんですよ。で、最後にはですね、こう、まあ、立憲のこうね、こう、本部に吉野智子さんが呼ばれてですね、まあ、連合の代表ですよね。で、まあ、吉野さんからするとですね、その話聞かせろよって言われて行って、で、そこでこう囲み取材があって、まあ喋った内容だったと思うんですけど、まあその時は、その共産党とね、組んでるところにお話ができないみたいなこと、まあ今まで通りに整理整論でおっしゃっててですね、まあ、そこは何ら1ミリも変わることなく連合の立場を主張してたと思うんですけども、そこに対してこう、まあね、それがその報道されるとね、その蓮舫さんがですね、腐すわけですよ。いやー、なんか、いや、それってだって、立憲民主党からすればね、その連合の支援がなかったら全国組織なかなかうまくハンドリングできて大変なんじゃないですかっていうふうに思うんですけども、なんかそこにこうね、文句バーンって垂れるんですよね。いや、これ大丈夫なのかね、と。だからその経緯で言うと、まあもともとね、その、東京ハック問題ってあってですね、まあその時はその山本太郎をね、手塚芳雄さんが担ぎ出してこう、まあ、なんていうかうまくやろうとして、で、自分のね、目黒とかやってた旧東京5区の、その支援をね、こう、令和新選組からもらうために、こう、バーターでやったつもりだったの、それもすでに、ハックには吉田晴美さんがいてね、で、山本太郎さんと吉田晴美さん、要はその、左翼同士食い合うことになるから、それは大変なことになるっつって、それで、再調整になって山本太郎さんが降ろされるっていうか、また別にお願いしますみたいな感じで、剥がされたわけですよ。で、その頃からやっぱりこうね、その、令和新選組とか共産党の方がね、その、票取れるんや東京ではということでですね、手塚芳雄さんがですね、こう、まあね、こう、まあ、幹事長室とかの、なんかそういう部門があるかとかちょっと知らないですけど、まあ、幹事長としての、その実践の補佐としてね、まあ、やられる中でですね、その、まあ、連合、東京の連合いらないわと、連合東京いらないわと。で、むしろその共産党とか令和新選組からの選挙協力もらえた方が、勝てるんちゃうのと思ってたんですね。で、まあ、この前ね、このチャンネルでも見ましたけども、その、まあ、江東区長選ですね。で、まあ、一回負けてるわけですよ。で、それは、その本当、アイヌラブワゴンでね、こう、まあ、負けちゃったわけですね。で、その後で、その東京15区補選ってあってですね、東京15区補選の時に、まあ、ある意味そうね、
なんていうのかな、こう、共産党と、まあ、立憲でね、頑張って、その、坂井夏実さんを挙げてね、議席取れたねと、よかったねと、いうようなところが、まあ、一つ流れのがあったんですよ。で、そこの話でいくと、まあ確かにね、立憲民主党と、あとまあ、共産党の間で、ちゃんとね、野合ができれば、東京でも勝てるんだっていうふうに、自信を深めたんだとは思うんですけど、ただ、都知事選って、オール東京じゃないですか、本当に。本当の意味での、全東京の、選挙区を相手に、有権者を相手にした選挙区なので、まあそこで、まあ、なんかね、こう、立憲だ、共産だって言って、こう、一緒になってやったところで、そんな大した票にならないんですよね。で、まあ、なんていうか、連合東京からすると、その、まあ、今まで実は、その立憲側っていうか、その野党側のね、応援したことは実はあんまりなくてですね、まあ、もう本当伝統芸能みたいになってるんですね。で、立憲からすると、その連合東京いらんと、斎藤さんいらんというような話になってですね、で、まあ、ぐちゃぐちゃしてたっていうのはあると思うんですよ。で、そこら辺の中で言うと、その、蓮舫さんからするとですね、その、私はね、振り付け通りに踊ったのに、なんでその振り付け悪いって言って文句言われてるんだ、みたいなこと言われてるんじゃないかっていうふうに思うんですよ。で、彼女がすればできること全部やったと思ってるはずなんですよね。で、まあ、実際その、蓮舫さん戦隊で、まあ、ちょっとね、こう、まあ、古い友人がね、中にいるんで、まあ、話をしてたら、本に、まあ、息健康なんだけど凹んでますみたいな、そういう話をしてですね。なんか、大丈夫なのかね、変にこうね、まあ自分でね、こう首つたいとかっていうことはないようにしなきゃいけないよね、みたいなことは、まあ彼自身も言ってですね。なんか過去にそういうのが1回2回あったみたいだったんでね。まあそういうのはみんな心配してるんで、あんまりね、叩きすぎないようにしましょうとかね、こう彼女のその意に沿わないこと言うのはやめましょうみたいな。なんかそういう不倫率みたいなのがあるらしいっていうのは、まあちょっと聞いてて。だからそこは、まあ、彼女のそのまあ、心の強さっていうか気持ちのね、強く出るときにはいいんだけども、守りに入ったときにはやっぱりこう、まあ若干ね、まあ自分自身にあんまり自信がないみたいなところもあって、まあそういった点で言うとこう、凹まされたときに、なかなかね、凹んだところから戻らないみたいなところがあるのかなというふうに思うんですよね。で、その点で言うと、その今回のその、蓮舫さんのね、いろんなその物言いですね、特に SNS 上で彼女がやってるのっていうのは、それまでずっとね、蓮舫さんのその SNS ってのは共同作業であったと。ちょっとそれは僕もね、本当かどうか知らないですけど、まあ共同作業だったっていう人が、まあ非常に中の人で言ってるので、まあ多分そうだなと思うんですけど、何かでやったと思うんですよ。蓮舫さんのその戦隊においてはね。まあ言われてみれば、ものすごくレスポンスも早かったし、いろんな写真もベタベタ貼ってね。で、いろんなところのこう連携もそのリツイートも含めて一生懸命やってて、まあそこはね、その蓮舫さんのアカウントをみんなで運用してたって、多分これ本当だと思うんですよ。なんだけど、まあ落選をされてね、そういう人はパーっていなくなったんですよ。で、その後で、蓮舫さんが自分でアカウント管理するようになったんじゃないかっていう話がまあ出てですね。まあそう言われればですね、なんか確かにね、その選挙前と選挙後で、その蓮舫さんの SNS アカウントのその運用の仕方って随分変わってきたんじゃないかなっていうふうには僕なんかも思うわけですよ。なので、どちらが良いかどうかっていうのはまた別として、例えば米山隆一さんみたいにね、自分自身でこう、まあ一気当選みたいな感じでやってる人もいればですね、まあまたそのね、こう、もう完全に運営会社任せやって、アカウントがないのはまずいけども、あったところで自分はそういうの興味ないんで、SNS はその他人任せてるっていう人は、まあそれにはいるわけですよ。で、そういったところで言うと、やっぱりなかなかね、次のその展開っていうのは難しいんじゃないのみたいなことを言ってる人がいるわけですよね。で、特に今回、石丸さんがその、まあ、石丸慎二さんがですね、TikTok とかいろんなところでその、まあ、うまくね、こう、SNS をそのあって、で、切り抜き動画やって、その盛り上がったとか言ってないじゃないですか。で、ある程度本当だと思うんですよ。ある程度本当なんだけど、一個問題があるとすると、他の GM やってるんですよ、一応。他の GM やってるなんで石丸さん一つ頭を抜けてね、SNS で人が詰められたのかっていうと、これは本当に基礎戦闘対石丸慎二っていうね、よくわかんない若い人たち、人気のある人っていうような対立事項できたんで、そこはその藤川慎之介スペシャルなんですね。で、僕らからすると、まあ藤川さんらしいなと思うんですよ。なんだけど、それ知らない人がすると、なんかね、あたかもその SNS で石丸さんがうまくやったので、これだけの人気になったみたいなことになるわけですね。じゃあその蓮舫さん本当にやらなかったのかっていうと、むしろやってるわけですよ。切り抜きもそうだし、まあ、いろんな人たちの言及もそうだし、で、言及数だけで言えばですね、蓮舫さんの圧倒的に島田さんよりも上な時期があるんですね。なんだけど、それがその拡散されたかって言われると、まあそうでもねえのかなと。言われてるほどやっぱ見られてないし話題にもなってないので、まあ、そこにはなかなか難しいよねと。で、さらに今回その財布メディアっていうね、特に東京新聞さんとか、日刊現代さんとかね、ものすごく頑張ってるんですよ。蓮舫さん勝たせるためにね。で、頑張ってるんだけど、そのやっぱ読まれてないっていうのはやっぱりね、まあ、外形的に見えてるので、その読まれてないがゆえにですね、その当然波及もしないと。で、波及するとしても、その蓮舫さんをすでに支持する人たちの中だけでこう盛り上がっちゃってる部分があるので、
やはりその蓮舫さんのその選対から、その蓮舫さん本人の考え方も含めてですけれども、まあどちらかというと、やっぱ SNS だとか、まあそういったウェブ発信に関してはですね、もうすでに蓮舫さんを支持している人向けにやってるものがメインなのであって、蓮舫さんからするとその無党派層の上積みをね、本当取りに行くためにネットでいろんなね、発言をしていたはずなのに、それがうまく回ってないんじゃないのっていう話に、まあ見てるとすごくよくわかるんですよ。で、まあ、実際そのフライングをかなりやって、それこそ共産党の人たちがね、自分たちの公約を、あたかも蓮舫さんの公約であるかのように、ビラで印刷して毎日にしたわけですよ。で、ここら辺っていうのは、まあ、僕らはその何やってんだよと思うんだけども、でもやっぱりその蓮舫さんがね、その、小池さんがその公約出すまで私出しませんみたいなこと余計なこと言った後でですね、で、実際ご自身で出された公約ってそんなに大したことないものが出しちゃったわけですね。で、さらにはその、まあ、今でこそもうね、みんなもう我々ですけども、その外苑再開発の件に関しても、私は黙りませんって言ってるけど、もう選挙終わってから一言も言わなくなっちゃったわけじゃないですか。負けちゃったから。だからそこら辺のやっぱりその、まあ政治家としてのその覚悟の問題ってのも僕はどっかしらあると思っていて、まあそこはね、うまくいい形でその彼女の良いところがね、みんなで見えて、まあそこから先にこうどういうものを積み上げていくかみたいなところをこうやってればよかったのに、負けてね、へこんで私も国政出ませんみたいなことをインスタライブで言ってですね、あれもね、本当に本音でそう言ってるのはよくわかんないんですよ。で、もう私は終わった存在なんだみたいなことを周りに言ってるって話もまあなくはないんだけど、でもまあ本当に本人がそういうようなね、人間でもないのでですね。まあそれは多分そのまあどっかしらね、気持ちが落ち着いたところで私は再挑戦しますというふうにこう、もう一回出てくるんじゃないかなっていうみんな期待して見てるんですね。なんだけど、さすがに負け方でね、売り物なのかよと。そこはね、こう、まあ、それこそその参院選のね、6人で争う、もしくは今回7人で争うっていうところで、まあ、それこそ3番目、4番目ぐらいのところで、入れるか入れないかって頑張ってるようなところで言うならばですね、むしろその、まあ、彼女からするとですね、こう、本当はもっと、ね、こう、いいとこまで行かなきゃいけないじゃないですか。だって、民進党の代表までやってね、で、旧民主党政権ではその国務大臣までやってるわけじゃないですか。まあその点で言うと、その彼女のキャリアってそんなところで終わるべきものではないんだけれども、なんだけど、じゃあその皆さんがね、その、蓮舫さんのね、やってきた政策の実績って言われた時に、何を思い出すかっていうと、多分、ほとんど思い出さないんじゃないかっていうか、その、例えば2位じゃダメなんですかとか、ああいうね、その業務仕分けみたいなもので、その彼女がね、ある意味でその目立って、前面に立ってね、いろんなことをその、キッターってやって、でみんなでわーってやってたわけじゃないですか。拍手喝采でやってたわけじゃないですか。で、あの頃のイメージってやっぱ突きすぎてるので、じゃあ彼女がその具体的な政策でね、何やったんでしたっけって振り返った時に、国務大臣より党の代表までやったにもかかわらず、これというのはないよね。もちろんそのいろいろ批判はね、しながらこう、自民党に対してこう、まあ、過剰とかまあ、一生懸命こう、まあ、文句言ってたっていうのは、僕はすごくそのね、彼女らしくていいと思うんですけど、じゃあそれはなんか、そのね、具体的な成果として結びついたんでしたっけって言われたら特にないよって、明日になるとなかなか厳しいなと思うんですよ。なので、その、まあ、これはその立憲のね、その、必ずしも、その、蓮舫さんに、こう、親しくない人たちの、グループの話で言うと、まあ、出てってくれてよかったねって話だったんですよ。で、まあ、僕らからすると、その、これは僕はもう全然立憲民主党関係ないですから、まあ、その話をほわほわって聞くとですね、その、まあ、ちょっと他に記者さんがいたんでね、あまり文句言うのもあれですけど、そういうことやってるから、その一枚はならないんじゃないですかと。共産党にフラフラしたりとか、国民民主党と一緒になるみたいなこと言ってみたりとかですね、連合さん頑張ってって言ってみたらと思えば、なんかね、こう、よくわかんない、そのね、こう、まあ、市民団体みたいなところと一緒になって、こう、イベントやったりとかしてないじゃないですか。で、この辺のその軸のぶれ方って、まずくないですか、党としてと。で、それは、そうそう、大阪さんとかね、こう、西村智奈美さんとかね、こう、一回こう、わーって上がってきたはずなのに、結局その、力を発揮しきれなくて、結局小方克也さんが出てきたりとかですね、枝野幸男さんが今回ね、こう、代表戦出るんじゃないかみたいな話になってですね、まあ、ご本人もその出馬をね、今日決めましたみたいなことを言ってたりしたらじゃないですか。この辺のそのガタガタ具合ですよね。だから、一つのこう、やっぱりその形としてどうやってこの政党を持っていくのかみたいなところのビジョンっていうのはあんまりよく見えないと、まあ、せっかく上げ勝でね、頑張ってやってきたのに、その、うまく着地できないんじゃないかみたいなところがやっぱりあるんですよ。なので、その、蓮舫さんに対する批判に、非常にこう、立憲民主党の元材のね、いる組織の人たちが冷淡に見えるんですよね。で、もちろんその、蓮舫さん、死ぬほど応援してきた立憲民主党のその議員さんとか地方議員の方とかは、頑張って守ってるんですよ。なんだけど、党全体として、本当にこう、蓮舫さんに対するね、まあ、ある意味その、ちょっと過剰とも言えるぐらいのバッシングに対してですね、立憲民主党がその、身を挺して守るような雰囲気あるかというと、まあまあまあゼロですよね。
それはやっぱりこう、まあ、あの、彼女のね、こう、まあ、党の立ち方というかね、庶民期限の終わり方みたいなことは感じるんだけれども、でもやっぱりそれだけの功績があったとか、その役職的にはやっぱり、一回はね、その党の代表までやり、国務大臣もやった人に対するその仕打ちとしてはこんなんじゃまずいんじゃないのっていうのは僕なんかは思いますけどね。じゃあその同じような形でね、下村博文とかね、西村康俊さんとかね、こう、あの、世耕弘成さんとかね、自民党どうなのよって話になるとですね、まあそれはね、まあみんないろんなこと考えるじゃないですか。でもやっぱ自民党とね、立憲民主党でやっぱ全然立場違うんで、あの、まあ自民党は自民党でこうなんかドロドロしてるけれども、でもこう、どっかしらウェットなところがあって、そこで汗かいてくれるんだったらみんなで支えようみたいなのがどっかしらあるわけですね。あの、下村博文覗いてですけども、あと、まあ、下野龍さんとか覗いてですけども、あの、要は頑張った人に対してちゃんと組織として報るための仕組みっていうのを、なんとなくみんな筋論として持ってるんですよ。なんだけど、その、ちょっとこう、立憲民主党ドライすぎねえかと。あの、是々非々なのはわかるんだけど、ドライじゃねえかな、これ。っていうのはちょっと思ったりするんですよね。まあ、そこら辺のこう、まあ、捉え方の違いがあるのかもしれないけど、それは本当、組織文化ですよね。なので、この今回その、本当は小池百合子さんに対して、蓮舫さんぶつけた段階で、若い人の票が取れると思ってたんですよ。で、そこがその、かさられた結果こうなってるっていうのは、まあもう一回考え直すべきなんじゃないかなっていうふうに私なんかは思うんですけどね。で、まあ、本当、まあ何度も言ってますけど、まあ記事も書いてね、いろいろ怒られましたけれども、やっぱね、小池百合子さんっていうのは女性だし、その実績もあるので、蓮舫さんからすると最も組みしにくい相手だったと思うんですよ。あの、批判は通じないし、ジェンダー論も言えないし、討論に応じないし、この、こうもやられてるだけで負けてるわけじゃないですか。まあ、そこはなかなかね、そう、いくら蓮舫さんのようなね、その高い知名度を持っていたとしてもですね、まあ、よっぽどうまくやらないぐらい無理なんだろうなというふうに思うんですよね。まあ、残念ですけども、まあ、そこら辺のところも踏まえて、本当はちゃんと反省をしてね、次どうやって出直すかってことを考えなきゃいけないタイミングですね、本人がその SNS で暴れてたのはもう論外ですよね。なので、それは誰か剥がしめにして、一回 SNS から離れろということまでやらないとダメなんじゃないかなと思うんですよね。なので、あの、その点のところもこうね、まあ私みたいなタイプの人間がね、こう、まあ、関係先に対してね、レゴさん何やってるんですかねみたいなこと言うとですね、お前直接言ってやってくれよみたいな話なんですよね。言うわけねえじゃねえかみたいな。それは難しいですけどね。まあそんなことで皆さんぜひ、あの、レゴさん大事にしてやってください、本当に。このまま凹まれちゃね、引退でもされようもんならですね、こう、あの、まあ左翼サイドからしたら、まあもうこれからね、そう、塩もらえるかに切り替えていくみたいな感じになるかもしれないですね。それなかなかどうなんよと思うのでですね、うまくやっていっていただければいいかなというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。失礼します。